ちゃった。和歌山ガンクラフトまた来ちゃいました。今日は平岩社長にレイアウトコンテストの第二次選考を審査して前市に来ても来ました。切っといて。ゴリさん、またまた和歌山まで遊びに来ちゃって、今日はガンクラフトの平岩社長にチェックスレイアウトコンテストの一時通過作品を見てもらうんですよね。最後のプレゼント企画もしっかりお願いしてね。こんにちは。あ、こんにちは。また来ちゃいました。お願いします。あら。さあ、レイアウトコンテスト。すごいよ。今回始まったチェックスレイアウトコンテスト。二次選考は一般投票と外部審査員による審査。ガンクラフトの平岩社長は外部審査員の一人なんです。はい。そのうちで、まあ、第二次審査に通過したものを持ってまいりました。これで通過した分だけ。そうです。これ全部。これ全部。全部にコメント。点数をちょっとつけて。あ、一つずつ選んで、それにコメントを。点数、まあ、点数は全部。とりあえず、1、1、1選ぶ。1、1、1、ね。ね。はい。まあ、全部は点数を数をつけてもらうけども、とりあえず、社長は1、1、1をとりあえず。はい、そんなわけ。すみません。ちゃうね、これ。今回は、平岩社長に3つの応募部門から、1つずつ一番気に入ったものを選んでもらうという企画。見てもらう作品は、なんとなんと350作品。平岩社長は本当に忙しいのに2時間以上かけて1作品ずつ丁寧に見ていただきました。さあ、それでは一般部門、アンダー18部門、アクアユー部門から1つずつ平岩社長が選んだ作品を発表してもらいましょう。一般部門はね、はい、一般、はい、一般部門はまあ、あえてこれを選ばせてもらったのは、はい、ちょっとね、この、バランスがすごく好きだったんですよ。バランスが。そう、ちょっと、まあ、水面から、空中に出てる植物。うん、で、水中の中の植物。はい、で、この、それを右左、こう三角にうまいことバランス取れてる。ああ、なるほど。で、真ん中の空間もちゃんとできていると。奥に、ね、ちゃんとしてみてます。全体的にバランスが非常に気になったんですよ。うん、で、ライトもミサイルにこうつけてるっていう、この、でこれを、まあ、一つの残念なのは、綺麗なバック黒でとか、はい、ライトは照らしてなかったら、まあ、綺麗じゃないかなと。もう来年のちょっと課題にしてもらってですね。で、これ、なんか一般部門だよね、やっぱり。はい、そこは一般らしく、もう選びたかった。で、これをちょっと選びました。はい。一般部門。一般部門です。ありました。アンダー。アンダー。はい。いやいや、アンダー部門。アンダーはね、まあ、写真もね、綺麗にこう、周り黒にして、ね、綺麗に撮ってるんですよ。で、中がね、なんかこう、僕らも釣り人なんで、よく行ってるフィールド的には、まあ、こういう感じが多いんですね。こういう感じ、やっぱ ね、好みますね。岩肌があって、上に植物があって、みたいな。この割れ目とかね、石の並び具合とか、はいはい、まあ。すごくいいんじゃないかな。自然っぽいですよね。そう、自然っぽい。まあ、お魚も、この上と下にこう分かれて、上の方にはこれを泳いでる。で、まあ、そこにはこの、ね、コイドラスか。コイドラスかね。はい、これが泳いでるっていう、こう、綺麗に分かれてるし、これがいいんじゃないかな、と。はい。って思いました。はい。はい。アンダー18秒ですね。はい。じゃあ最後は、アクアユー部門。アクアユーはね、やっぱりね、僕ね、まあ、いろんな、こう、なんていうんですか、こう、全体的に、他にもあったんですか、奥行きがあって、まあ、こう、大自然をギュッてみたいな感じとかもいっぱいあったんですけど、やっぱりこのね、全体的な水槽のバランスから見ると、これぐらいが一番ベストなんじゃないかなと。なるほど。真ん中にこの植物とか見るものが来てて、はい、この、ろ過器が綺麗にできてるし、全体的に綺麗にできてる水槽なんで、これをね、選びたいかなって選ばせてもらったんですよ。ということで、はい。平岩社長を選ぶ、はい。アクアユー部門はこちらになりました。
はい、社長、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。8月10日から一般投票はですね、それは全部のやつが見れる。そうです。ネットで見れる。ネットで見れます。それに、一般の方がいいよっていう。いいね。投票を。はい。いいねをしていくっていう。はい、おっしゃると。いう形でやらせていただきますので、それをもっともっと盛り上げていくために。はい。はい、私はもう、言いにくいんですけどね、ほんと。一般投票を盛り上げるために。誰にも。はい。言いにくいんですけど、はい、何か、おねだりしちゃおうかななんて思ってるんです。一般投票を盛り上げるために、おねだり。おねだり、何か、ね、はい。はい。今回動画を見てもらった方に1名に当たる。はい。はい。わかりました。いいのあるんですよ。お願いします。はい。はい。これでございます。バケツが来ましたね。ガンクラフト、まあ、アイテムバケツなんですけど。はい。この中にですね、いろんなグッズが入ってます。まあ、熱帯を買われてくる方も、絶対ね、バケツは必要だと思うので、このバケツ使いますんで、バケツも使ってほしいなと思って。なるほど。これソイル入れたりとか、水からとか便利だと思うんで、はい、タオルも入ってますけど、はい、これ使ってください。ということで、はい、アイテム的にはね、結構入ってます。で、さあ、ルアーが入ってます。ああ、なるほど。ルアー、あら、これは、買うと高いです。ジョイクローラー。ジョイクローラー。ジョイクローラー。で、これは、うわぁ、おぉ。でね、この小さいルアーも入ってます。小さな。小さなタイプね。はい。ジョイクローラー70。はい。で、アイルトンって小さいやつですね。これもちろん、ジョインってところも入ってます。これも入ってますか、これ。はい、で、最後に、タオルも入ってます。こうして。タオルは、で、パッケージ。じゃあ、これだけ出しておいて。入っております。これをじゃあ、1名様に。1名様に。はい。またまたすごいプレゼントをもらっちゃいました。さあ、応募方法です。応募方法は、2022年8月6日に公開される、6アクアリウムの公式 Twitter の記事に、次の問題の答えを書いて応募してください。正解した方の中から、抽選1名様に DM で当選のお知らせをします。さて、クイズです。今回、ガンクラフト平岩社長がチェックしてくれた作品の数はいくつでしょうか。1番35件、2番350件、3番3500件。皆さん、Twitter のコメントで回答をお待ちします。では、8月10日から始まる一般投票も皆様ぜひぜひご参加ください。平岩社長、堀さん、今日はありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。